しようぜ。あー、暑い暑い。ただいま。あ、しまった。トイレに行ってから帰ってくるんだった。失敗したな。俺の名前は若狭十と、都内の小さな小さな集合住宅の一室で暮らす52歳のフリーターだ。東京のつまみは冷ややっこと特売のコロッケ、パンの耳だ。うまそうだな。俺が住んでいる物件は都内でも1、2を争う激安物件だ。築30年、3畳一間の簡素な部屋に小さな流し台が1つ、風呂はなし、トイレは共用だ。これで家賃は1万8000円なのだからありがたい。はあ、寝よ。おやすみなさい。どんなに狭くても、多少は不便でも、ここは俺の根城だ。ここに住み始めてもう10年近くになるが、俺はこの家が気に入っていた。俺は頭がいい方じゃない。若い頃は楽しければ何でもよかった。若さからバカなことをたくさんやった。結果、高校を卒業してすぐにバイクで事故を起こしてしまった。バイト代で買ったバイクは大破。半年間の入院生活を経て、自力で日常生活を送れるようになるまでさらに半年かかった。そこから走れない、長時間立っていられない、疲れやすいという体質を一生引きずるようになってしまった。そんな自分を見られるのが嫌で対人恐怖症になり、働き盛りの20代、30代を丸々棒に振る羽目になった。それまで実家で暮らしていたが、父と母に説得されて40代で家を出た。そして暮らし始めたのがこの場所だ。今は早朝の清掃バイトをして、そのバイト代で暮らしている。月の収入は10万円いくかいかないか。だが俺一人の力で日々生活できていることを考えると、かなり頑張れているんじゃないか。誰にも迷惑をかけず、この場所で一人暮らせることが俺には誇らしかった。だから俺は今の暮らしに満足しているんだ。俺の一日は日が昇る前から始まっている。朝2時から4時は早朝清掃の仕事だ。時給1200円で2時間勤務。これをだいたい週に5日行う。仕事は一人で黙々と行うことが多い。帰宅したら昼頃まで寝る。よく寝た。12時頃のんびり起き出して食事をする。朝はバナナやパンなどを適当につまむ程度なので、昼はしっかりめの食事だ。ご飯と缶詰の魚、納豆と野菜を刻んだ程度のもの。料理は案外嫌いじゃないが、ガスがないので煮炊きはできない。得意料理はキャベツの千切りだ。あ、パックの味噌汁を買っておかないとな。あと米とポン酢。我が家にある調理家電は炊飯器と電気ポットのみ。背丈の半分くらいの冷蔵庫は冷蔵室のみで、冷凍庫はない。冷凍食品が使えたらもう少し料理の幅が広がるのにとは思う。続いて明日の天気です。東北から関東にかけては晴れの天気が広がるでしょう。明日は晴れんのか。また暑いんだろうな。洗濯機はないのでコインランドリーを利用している。銭湯はその日の気分で行ったり行かなかったりだが、銭湯に行く回数よりはコインランドリーの方が頻繁に通っている。着替えをそんなに多く持っているわけではないので仕方ない。携帯電話の類は持った試しがないので、待ち時間にはラジオを聞いたりする。俺が持てる唯一の娯楽だ。米だろう、豆腐、納豆、あとは家の冷蔵庫が小さいので買い物は欠かせない。その日の夜と次の日に食べるものを買って帰る。男の一人暮らしなので大したものは買わない。安い焼酎とつまみになるようなものがあればいいんだ。夕飯をつまみながら耳を澄ます。こうすると隣の部屋のテレビの音が聞こえてくるんだ。野球中継やバラエティ番組だと当たり、ニュースやドラマは外れだ。今日は野球中継か。当たりだな。打球はかなり伸びてバックスクリーン直撃、阪急チーターズの岡田、なんと今季2度目の逆転サヨナラ満塁ホームラン。
誰にも迷惑をかけず、こうして穏やかに暮らせる。それだけで俺は満足なんだ。非常に大きい台風12号は未明から列島に上陸予定です。明日は不要不急の外出を避け、台風への備えをしてください。22時前後に就寝し、1時過ぎに起きる。この時俺は迫り来る異変に気づいていなかった。すごい雨だな。台風だからね、早く帰らなくちゃな。え、台風？なんだ、知らないのか。最大級の警戒をしろってニュースで言ってたよ。その日俺はいつも通りに家を出てきていた。夏場は暑いので基本的に窓は開けっぱなしだ。こりゃ部屋中水浸しかもしれない。早く帰らないと。だが遅かった。4時半頃、まだ暗い中びしょ濡れで帰宅した俺は、部屋のありさまに言葉を失った。嘘だろ。この日俺のささやかな平穏は粉々に打ち砕かれた。窓ガラスは大破、畳は3枚とも濡れてしまい、表面の張り替えどころか畳の交換が必要に。さらに建物本体の屋根が一部吹き飛ぶ、ベランダの物干しが破損するなど大きな被害を受けていた。もともと建物の耐久性は高くなかったのだろう。築30年の安アパートは台風によって住み続けることが難しくなり、大家の判断で全員の退去が言い渡された。その後大家の計らいで不動産屋に物件を紹介してもらい引っ越しをしたのだが、広くてどこか落ち着かない。前の方が良かった。俺が移り住むことになった物件は築45年のボロアパートだ。この間の台風でなぜ無事だったんだろうと思えるような安っぽい作り。畳はボロボロで足裏にチクチク刺さる。ガス台付きの台所はあるものの、換気扇がゴーゴー音を立てているし、ガス代は真っ黒。これで家賃は3万円だ。もちろん以前より広いし、部屋にトイレはついているけれど、俺は以前の方が良かった。そんな俺を心配して甥っ子が訪ねてきてくれた。おじさん、台風で大変だったんだって？大丈夫かよ。大丈夫じゃないよ。何、どうしたの？見てくれよこの部屋、前より広いじゃない。俺は悲しいよ。あいた、ちょっとこの畳ひどいね。管理会社に行ったら？全然聞いてくれないよ。スーパーも銭湯も遠いし、コインランドリーは高いし。ああ、前の方が良かったんだよ。あのさ、俺のお嫁さんが実家が結構いいところでさ、日光の方に別荘を持ってるんだよ。あ、別荘って言っても普通の一軒家で誰も使ってないの。そこを借りないかって向こうのご両親が言ってくれたんだけど、そんなの迷惑かけるわけにいかないから断るよ。俺は結婚していないので子供はいない。こいつは兄の子供だ。俺にとっては唯一俺のことを気にかけてくれる相手だが、なんせ甥っ子だ。さらに俺と兄とは仲が良くないので、ここで恩を売られるわけにもいかない。ここは俺自身でどうにかしなければいけないと思っていた。そこから俺の家探しが始まった。前に住んでいた場所は住宅街のど真ん中にあった。徒歩5分の距離にスーパーがあり、近くには銭湯とコインランドリーもあった。駅から離れた辺鄙な場所だが、静かで落ち着いていた。こういうところに住んでみたいんですよ。家賃3万円以内？そんな物件ないですよ。前に住んでいたところは家賃2万円以下だったので。は？ウィークリーマンションか何かですか？いや、そうじゃなくて、狭くていいからできるだけ安いところで。今のお住まいが3万円なんでしょ？都内でそれより安いところなんかないですよ。だがなかなかいい物件が見つからない。そもそも家賃3万円でも最低ラインと言われ、それより安いところなんかないというのだ。家賃が3万円もするんじゃ長くは住んでいられない。俺はね、長いこと3畳の物件に住んでたんだよ。
だから本当にそういう場所でいいから、文句言わないから、なんとかお願いします。そう言われましてもね。足しげく不動産屋に通ったが、なかなか思うような物件は見つからなかった。もしかして東京で探しても見つからないのかもしれない。住み慣れているからなるべくこの近くでと思ったけど、高望みだったのかな。決して贅沢な暮らしをしていたわけじゃない。狭くてもいい、風呂なんてなくったっていい。それなのにこんなにも見つからないものか。はあ、若狭さん引っ越したんだって。あ、はい。台風大変だったもんね。どう、新しいとこは。それが家賃が高いばっかりで全然良くないんだよ。スーパーも銭湯も遠いし。家賃いくら？世間的には安いらしいけどね、3万円だよ。なるほど。前のとこはもっと安かったんだ。俺はそこが良かったんだよ。狭くったって同じところでずっと痛かったのに。なるほどね。なんかいいところねえかな。そしたら俺んとこに来るかい。え？いやね、俺の親が持ってたアパートがあるんだけど、最近俺が管理するようになったんだよ。ところがかなり古くてさ、部屋も3畳でバストイレないから借り手が。いいじゃない。来る途中で小学生を見たよ。近くに小学校があるんだよ。通学路になってるから、朝夕はちょっと寂しいかもな。いいじゃないか、にぎやかで。小学校がある地域は治安がいいとも言われているので高ポイントだ。まあこういう部屋なんだけどさ。うお、いいね。本当かい？うん、押し入れもあるし十分だよ。家賃は2万円なんだけど。決まりだ。こうして俺は再び理想の住まいを手に入れた。俺が借りた物件は家賃2万円。近くに小学校があり、スーパーと銭湯もある。さらにアパートの真向かいにコインランドリーがあるので、すこぶる便利だ。高齢者の独身世帯が多いらしく、騒ぐような住人もいない。俺にとっては最高の環境だ。よいしょ、これでいいの？おお、ありがとうよ。相変わらず狭いな。俺一人ならこれで十分さ。こんなんでいいの？何が？こんな狭いとこでバイト暮らしでよかったの？もう満足だよ。自分の力で守れるくらいのものでいいんだよ。俺は今の俺に満足してるよ。人の幸せってのは人それぞれだ。俺は早い段階で人生つまずいちまった。だがそれにしてはその後に大きな怪我も病気もなく、マイペースでやってこれたと思う。10年20年先のことはわからないが、今のところはこの生活に不満もない。俺は俺が守れる範囲の幸せを守っていければそれでいいんだ。今日は久しぶりにうまい酒が飲めそうだな。よし。よし、行くか。俺の名前は西野成夫。51歳の日雇い労働者だ。俺が暮らしているのは1泊1500円の安宿だ。素泊まりで食事はない。室内にあるのは布団とテレビだけ。帰って寝るだけの場所だが、値段が値段なので文句は言えない。宿を出たのは4時15分。辺りはまだ薄暗いが、この時間でもこの町はすでに活動を始めている。すみません、これから仕事ですか？なあ、まだ決まってませんけど。じゃあうちで働きません？朝と昼2食付き、日当1万円。現場作業っすわ。県外じゃないよね？車で30分以内の現場もありますよ。そこでお願いします。あざっす。俺はね、渡り、いつもこの辺にいるからよ。これからもよろしくね。はい。
はい、じゃあここで乗り換えね。ブス乗って待っててな。これは人さらいでもスカウトでもない。さっきの渡りというおっさんはいわゆる仕事の斡旋屋だ。二食付き、日当1万円、現場作業というのがざっくりの条件。斡旋屋は俺のような労働者を探すために安宿の前で張っている。そして早朝から人集めに動くのだ。仕事を探す人間と労働力が欲しい人間、うまく巡り合うようになっているのだ。労働者側としては斡旋屋の条件を飲んだらおとなしく従う。バスで待てと言われれば待てばいい。あとは流れに任せるだけだ。この日俺と同じバスで連れてこられたのは20人ほど。全員男だ。年齢は30代から60代といったところか。どいつもこいつも知らない顔だが、なんとなく同じ匂いを感じる。朝食こちらです。ありがとうございます。白米と味噌汁と漬物、普通だな。定食屋と違ってややボソッとした感触のご飯だが、腹を満たすには十分だ。腹ごなしの後は少人数に分かれて現場へ。一緒に乗せられた男たちも運転手の男も俺は全く知らない。日当1万円、その言葉だけを信じて俺たちは車に乗っている。もしこのまま車が山奥に迷い込んだとしても文句の一つも言えないだろう。何の信頼関係もない俺たちがこうしておとなしく一つの車に乗っているというのは考えれば奇妙なものだ。そんなことを考えている間に目的地へ着いたらしい。現地へ到着したのは8時だ。ここから仕事が始まる。今からやってもらうのはここにあるゴミの分別だ。リサイクルできそうなものとそうでないものに分けるから、使えそうなものだけ中に残して後のものは外のトラックに積んでくれ。はい。作業に当たるのは4人。見たところこの倉庫いっぱいのゴミを分別する仕事らしい。壊れてる。こっちもだな。うい、これ運んでくれ。使えるものなんかあるのか。さあね。若いの、ちゃんとやれよ。あんたもな。任される仕事は誰でもできる単純作業だ。壊れたものを運ぶ、使えそうなものは残す。迷ったら作業員に聞けばいい。ただ油断していると。危なっ。おー、悪い悪い。気をつけてくださいよ。不慣れな作業でチームワークもゼロ。当然こんな危険もしょっちゅうだ。さらにゴミの山には鋭利なものも紛れ込んでいる。危険は常に潜んでいる。昼飯だ。どうも。腹減ったな。茶ぐらいつかんのか。水だっていいだろうよ。この日の昼飯はパックのおにぎりと水。かなり体を動かしているのであっという間に平らげてしまう。腹5分目だが文句も言えない。勝手に飯を食べに行くわけにもいかない。どっこいしょ。足りんな。ちょっと誇り、こっちは食べてんだぞ。おおすまんねえ。ついてきた以上文句は言えない。ちなみに今日は屋根のある場所で休憩が取れるだけいい方だと思う。工事現場の多くは野外が当たり前だし、休憩は交代制のことが多い。昼飯が支給されても忙しくて食べる暇さえない現場もある。では本日の作業は以上だ。日当を支給するぞ。ありがとうございます。よし、今日も飲めるぞ。最寄り駅まではどのくらいかね。はあ、おい若いの、教えんか。時間になり予定通りに作業を終えることができた。時刻は17時。初めの車に乗り込んでから実に13時間が経っている。これで日当1万円。安いのか高いのかわからない。だが俺は毎日こんな感じで生きている。お疲れっす。いらっしゃい。ホルモンとハイボール。あよ。仕事帰り、行き着いた串焼き屋で一杯引っ掛ける。日当を持っているからつい気が大きくなってしまう。朝と昼は食事を選べないから、仕事帰りくらいはうまい飯を食いたくなる気持ちもある。理由なんて何でもいい。仕事帰りの酒はうまい。ああ、西やん。東さん、
なんやお前、今どこにいる。まあなんか適当に。まだ素泊まりでやってんのか。そのうちダニだらけになるぞ。ああ手遅れかもしれませんね。ちった真面目に働かんかい。働いてますよ。ちゃうわ、定職持て言うてんのや。東さんが言います。ほら俺やもん、長いこと仲介で食っとるもんな。それ定職なんすか。そうよ。あんな今いい仕事持ってんね。お前なら紹介したら住み込みで。あすからどうや。遠慮しときます。だほー、ちっと考えんかい。はあ疲れた。俺めんどくさい人間関係が嫌いだ。この町で顔見知りと呼べる人間は何人かいるが、どいつも信用はしていない。さっきの東さんもそうだ。ニヤニヤしながら近づいてきて、ダムくらかしてヤバい山に放り込むなんてのは日常茶飯事。日雇いで互いの素性も知らないからこそ気をつけなくちゃいけない。早く寝よ。基本は毎日4時起きなので22時には寝る。仕事が見つからない日もあるので毎日働く気で起きる。その繰り返しだ。俺には両親がいない。生まれ育った孤児院は悪い場所じゃなかったが、普通の家庭とは違う。16歳の時俺は悩んでいた。高校に入る頭はなく、働きに出ようと思ったが、どうしたらいいのかわからなかったからだ。そんな時に行き着いたのが今の場所だ。ボス、働きたいのか。うん。そしたら俺についてきな。あんた誰。誰だっていいだろ。俺だってお前が誰でも気にしない。働いてくれたらそれでいい。やるか。やる。働き方も知らない俺が生きていける場所、住所不定無職、それでもやっていけることを覚えたらここから出られなくなった。ここから外の世界がどうなっているのか俺は知らない。だが俺の生きる場所は多分ここしかない。おはようさん。どうも。どうや、昨日の話考えてくれたか。すんません、今日は行くとこあるんだ。チッ、あの人は信用しちゃいけない人だ。行くあてがなくてもついていこうとは思わない。この日は別の斡旋屋の紹介を受けることに。解体作業の現場に飛ばされ、手押し車にスクラップを乗せて運ぶ作業を一日中やらされた。きつぅ。こりゃ明日休むか。今月はもう十分働いた。たまに何のために働いているのかと考える。40代の頃働くのに飽きて、食べ物も住む場所もなく途方に暮れたことがあった。何かしなきゃとは思うが体が動かない。その辺で行き倒れるかと思ったが、そうはならなかった。これどうぞ。え？そのままじゃ風邪ひきますよ。どうぞ。ありがてえ。あの時あのおにぎりと毛布に俺は救われたんだ。俺の中の行きたいという衝動が再び湧いてきたのはあの出来事があったからだ。そして善意は人を救うんだと身をもって知った。お願いします。お預かりします。あれから俺も考えた。生きる意味を考えた。そして一つの答えとして見つけたのがこれだ。俺のような親の顔も知らない子供たちのために少しばかりだがお金を送ること。こんな俺でも誰かの役に立ちたいと思うし、そのためになら頑張れると思う。寄付をするのはだいたい年に1回。めん、やろかめだ。はい。あっち。今日みたいな日は気分がいい。仕事を休んで自己満足の投資をして好きなものを食べる。こんな気分を味わうために生きてるんだなと思う。ごちそうさま。毎度。さて明日からも頑張るか。宿に帰ればまた起きて寝て働くだけの日々だ。それでも俺にはやるべきことがある。体が動く限りこの生活を続けるんだろう。それが
俺の使命なんだ。どうしよう、どうしよう。何かないかしら、何か。あっ、20代の時に1回だけ着たよそ行きのドレス。これを売ったらお金になるかも。私の名前は斉藤かな子。都内で一人暮らしをする51歳独身だ。よし、今日も仕事を始めよう。私の仕事は在宅の事務作業。オンラインで送られてくるデータを集計したり文章を作ったりする。正直パソコンはあまり得意じゃないけど、どちらかというと単純作業が多いのでどうにかなっている。時給は1080円、1日の勤務時間は6時間だ。9時から仕事を始めてお昼に1時間の休憩を挟み、仕事を終えるのは16時になる。時給も決して高くはない。簡単な仕事だと思うけど、作業を終えるとヘトヘトだ。はぁ、このパソコン本当に画面が見づらい。借り物だから文句は言えないけど疲れるわ。肩も手首もバキバキ。これで月の手取りはおよそ10万円。はっきり言って都内でこの金額で暮らしていくのは無理がある。私の場合、今住んでいるワンルームのアパートですら家賃が5万5千円。2年前まで5万円だったが家賃が値上がりしてしまった。さらにどちらかというと年々稼ぎは減っていて貯金はゼロ。物価も光熱費も何もかもお金がかかるようになって厳しさは増すばかり。収入が10万円しかないので家賃に5万5千円、水道光熱費に12000円、医療費として1万円はかかると思うと、圧倒的に足りないのは食費だ。もちろん服を買ったり趣味にお金を費やすようなことは全くできない。でも自分の力でどうにかしなくちゃいけない。ん？あ、さっきのドレスが売れたんだわ。やったー、1500円。最近は少しでも稼ぎを増やすためにこうして着なくなった洋服を売ったり、ポイントサイトでアンケートに答えてクオカードをもらったりして生活の足しにしている。元は1万円くらいしたと思うけど、もう着ないもの。着てくれる人が見つかっただけいいわよね。できたらすぐにお金が欲しいけど、即時振り込みだと手数料が高いのよね。フリマアプリで物を売るのは人生を切り売りしているようだ。この年になれば必要ないのに捨てられないものも探せばゴロゴロ見つかる。この日も使っていなかった土鍋とお皿を数点出品した。このお皿、実家から持ってきたものなのよね。でも使わないもの。私の出身は北海道だ。両親は今も北海道に住んでいるが、たまに電話をするくらいでもう何十年も会っていない。理由は簡単、両親とは何かと反りが合わないからだ。だからね、学んだことを東京で生かしていきたいんだって。なんで分かってくれないの？専門学校へ通ったくらいでいい気になるなよ。社会の厳しさを分かっていない小娘が通用するわけないだろ。お父さんの言う通りよ。いやよ、とにかく私行くから。当時地元でデザイン専門学校を卒業したばかりの私はその足で東京へ向かうつもりだった。当てはないけど、とにかく期待でいっぱいだった。しかし両親はそんな無謀な私の行動に猛反対。まあ親としては当然かもしれないけど、私はどうしても思いを捨てきれなくて単身上京したのだ。しかし現実はそんなに甘くなかった。デザインを学んだの？はい、専門学校で2年間勉強してきました。うちの会社は全部デジタル処理でデザインをするんだけど、あなたできるの？なんと、今まで手書きが当たり前だと思っていたのに、社会に出たら全てデジタルで制作するのだという。特に東京は
技術革新が目覚ましいので、そのギャップもあったのかもしれない。とにかく当時私は全くパソコンができなかったので、ことごとく門前払いを食らった。このままじゃ生活できない。何でもいいから働かないと。そこからはもう当たり構わず何でもやった。コンビニやスーパーのレジ打ち、コールセンター業務、居酒屋のバイト、正社員の仕事は一つもなく、すべてバイトや派遣など。ただ私の容量が悪いからなのか、騙しやすいと思われたからなのか、いつも人間関係に苦しめられた。そしてある時、会社の先輩に儲かるよと勧められて、50万円分の健康食品を買ってしまう。あれ、これもしかして買ったらやばいやつじゃ。気づいた時には遅かった。2週間後にはその先輩は音信不通になり、東京に知り合いが全くいない私は、いらない健康食品の山と借金を抱えるようになってしまったのだ。なんでこんなことに。でもどうにかしなくちゃ。借金を抱えたことで、30代の頃はとにかく必死に働いた。バイトや派遣の仕事を掛け持ちして、なんとか3年ほどで完済。しかしその後急激に働く気力をなくし、またしても生活のために借金をしてという悪循環。私ってどうしてこうなんだろう。何をやってもうまくいかない。そしてそんな私に追い打ちをかけるように、両親は私を責め立てた。かな子、たまには実家に顔を出したらどうなの。お金がないもの帰れないよ。一人娘がもう何年も帰らないで、お父さんだって心配しているのよ。ごめんなさい、でも今はちょっと。だいたいあなた結婚はどうなってるの。もうすぐ40になろうって人がどうして結婚もしないで東京なんかにいるのよ。一体何やってるの。それはもう、お母さん恥ずかしくて、お父さんだって泣いてるわよ。たまに連絡があったと思ったらこれだもの。もう絶対に実家になんか帰らないんだから。思い返してもいいことなんか一つもない。だいたい東京へ来たのはデザインの仕事をするためだったのに、専門学校で学んだことが役に立った試しはない。どうぞ。ありがとうございます。自分の稼ぎだけじゃ生きていけない。善意に助けられて、それでもギリギリの生活。この日は2時間ほど並んで、フードバンクで提供されている無償の食品を受け取った。これで月の半分くらいはしのがないといけない。月末は家賃と光熱費関係の引き落としがあるから、あと1週間くらいは手持ちのお金でなんとかしなくちゃ。つまりあと2000円で1週間。こういう時、昔なら悲しくて涙が出た。でも今は涙も出ない。泣いても何も解決しない。それよりも現実的に行動した方がいい。昔のリクルートスーツ、これはさすがに売れないかな。もう売れるものもあんまりない。専門学校時代の本は時代遅れだろうし、これはお母さんの本真珠って言ってたけど、これはさすがに無理。てかダメ。でも何もないし、悲しい、悔しい。毎日普通に暮らしていくのがこんなにも苦しい。役所の窓口に相談したこともある。当然のように生活保護を勧められたけど、その場合両親にも連絡する必要があるという。それだけは嫌。もし私が生活保護なんて受けようものなら、父と母がなんて言うか。これ以上とやかく言われたくない。いつだってのしかかってくるのは両親のことだ。もう何十年も会っていないのに、私は
未だにあの人たちに縛られている。でも今の私に起きていることは間違いなく全部自分で蒔いた種だ。それもわかる。どうしたらいいのかだけがいつまで経ってもわからないまま。ん？またお母さん。もうしつこい。もうしつこい。何よ。まあ何よとは何よ。あのね、私だって忙しいのわかるでしょ。3ヶ月ぶりに電話しただけなのに、なんて口の聞き方なんでしょ。あんたがそんなだからお父さんだった。何よ、お父さんは関係ないでしょ。あなた、お父さんが今年いくつになるか知ってるの。ぎくりとした。父は確か今年80歳になるはずだ。80歳じゃないの。それが何？お父さん危篤なのよ。え、お誕生日まで持つかわからないわ。なんで？かな子、帰ってこないの？頭の片隅でいつかはと考えたことはあった。父がもうすぐ80歳、母だって79歳、いつまでも元気だとは限らない。ねえ、お父さんが危篤ってなんで？そんなことより言うことがあるでしょ。だって私帰れないの。え？帰るお金がないのよ。お母さん、なんで？もうありのままを話すしかなかった。20代から東京で生活を始めて、今まで一度も正社員に就いたことがないこと、今も生活が厳しくてお金が全然ないこと、生活保護まで考えていることも洗いざらい話した。母は黙って聞いていた。それでどうするのよ。どうするって、自分でもどうしようもないのよ。せめてお父さんの顔を見たいけど、でも行くお金がないの。お父さん。そう、ちょっと待って。おお、かな子、かな子か、元気か。お父さん、何、なんで？お前な、俺は来月誕生日なんだよ。俺だって80歳なんだ。その前に娘の顔くらい見たくなるんだよ。お父さん、あの危篤ってどこが悪いの？ん？記憶？あ、そりゃ確かに記憶力は悪くなったな。ん？そうじゃなくて、危篤ってお母さんが。さっきのは嘘よ。お父さんは元気です。はぁ？あれ、なんだ母さん、俺が危篤だなんて言ったのか？だってそうでもしないと帰ってこないと思ったから。お母さん、なんで嘘なんかついたのよ。本当に心配したんだから。何よ、あなたが帰ってこないからいけないんでしょ。ずっと親をほったらかしにして、ちょっとは反省なさい。そこからはいつものお説教だ。でもどういうわけか父も母も目元が潤んでいた。30年ぶりに顔を合わせたんだもの。仕方ない。そんなに困っているなら帰ってくればいいのよ。だから帰るお金もないの。本当に、なんでそんなになる前に私たちに言わないのよ。だって言えなかったのよ。かな子、父さんも母さんもお前が元気でやってればそれでいいんだ。もうこの年になって何も望むことなんかない。でもな、何かあったら言いなさい。私たちがどんなに年取っても、お前がどれだけ嫌がっても、私たちは親子なんだからね。お父さん、ずっとずっと両親には今の私のことが言えないでいた。
言ったらこっぴどく叱られて罵られると思ったから。けど違った。父と母はどこまで行っても私の親で、私はいつまでもあの二人の子供、ただそれだけだったんだ。お待たせしました、斉藤かな子さんですね。こちらになります。ありがとうございます。あれから2ヶ月、私はとうとう生活保護を受けることになった。今の収入と最低生活費の差額4万円が支給金額だ。4万円あればもう不用品を売ったりしなくていい。ありがたいな。さらに生活保護を受けることになって、医療費の負担もゼロに。住居についても生活保護受給者ということで優遇を受けられるようになり、住んでいたアパートも引き払って家賃3万円の都営住宅に移り住むことができた。今は仕事の傍ら空いた時間を利用して介護事務の勉強をしている。資格を持っていれば今よりも有利な条件の仕事が見つかるかもしれない。せっかく生活保護をいただいているんだから頑張らなくちゃ。こんな私にも目標ができた。それはお金を貯めて1年以内に故郷の両親に会いに行くこと。顔を見たらまたこっぴどく叱られるかもしれない。また大喧嘩をしてしまうかもしれない。でもそれ以上に会いたい。今なら何でも話せる、そんな気がする。月に手取りで20万はもらってるはずなんだけどな。実家暮らしで生活費は5万しか入れてないはずなんだけどな。なんで金がたまらないんだ。俺の名前は底田一郎、45歳。地元の田舎でずっと暮らしてる貧乏人と言っても、実家暮らしだから気をつけてれば金はたまるはずなんだよ。なんでたまんないのかな。マジでそれが不思議なんだよな。自分でもついつい金は使ってしまう性格だと思う。それにしても手取りで20万あって1円もたまらないなんてことあるのか。まあ原因は自分にあったりするんだけどな。俺の1日はだいたいこんな感じだ。一郎、起きなさい、遅刻するわよ。はい。もう早く起きてよ。母さん腰が悪くて階段上がるの怖いんだから。はい。朝はいつもギリギリまで寝て仕事に行く。そんでもって遅刻ギリギリで職場に着く。早く着替えないと時間がねえ。おい一郎くん、あと5分で朝礼始まっちゃうよ。はい、すみません。遅刻はしないものの、勤めている工場でいつも俺は修行ギリギリにやってくる。これで怒られもしないんだから、田舎って緩いよな。でも仕事をしてるからにはストレスもたまる。ちょっと一郎くん、これ納品する部品の数が足りないんだけど。あー、すみません。この部品さ、明日出荷なの。大急ぎで追加で作って。はい。こんな風に発注数を勘違いして工場に迷惑をかけることもある。で、お決まりの残業コース。ごめん、こっちの機械動かしてくれないかな。またですか。頼むよ、動かしてた派遣の子が残業できないって言うんだ。わかりました。2時間で OK ですよね。夜勤組が来るまで頼む。へい。うちの工場5時が定時だけど、残業で7時まで工場にいなきゃいけない。これが最高にだるい。そして夜は、私もう寝るからね。ああ、わかった。お袋の作ってくれた手料理を食べてゴロゴロ。そんでもってお楽しみも忘れない。かはー、この一杯のために生きてるな。俺の一日の楽しみは何と言っても飲むこと。一晩でビール3杯はいけるな。え、どこが金を無駄遣いしてる生活家だって。まあ平日はそんなに金は使わない。昼食も基本お袋の手作りだし、家にはまっすぐ帰るようにしている。
でも出費となると話は別なんだ。おい一郎、お前新車買った？ねえ、めっちゃ高かったわ。中古だけど600万した。お前の給料で払えるの？ローンっていう最強の奥義が俺たちにはあるじゃない。ちなみに何年？10年ローン。まあ次の車に乗り換えるまでには返済を終えるからいいかなって。次もこんないい車に乗れたらの話だけどな。それ言うなよ。俺の場合20万の給料のうち5万はこの車のローンで消える。給料から考えるともう少し安い車でもいいんだが、田舎だとそうもいかない。やっぱ一郎のやつは違うな。やっぱり車には金かけないと。俺たちの足になってるんだし。田舎の交通手段はとにかく車が頼り。だからみんな自分の愛車にはお金をかける。そして相手の車もすっごく気にする。考えてみれば普通に軽自動車乗ってりゃローンも税金も安く済むんだけどな。でも軽自動車だと女子の受けが悪いんだよな。やっぱり中古でも高い車乗ってないとバカにされるからな。そして休日も俺の浪費癖を加速させる。やっぱり休日はこれに限るわ。この軍艦マーチが最高。なんか癒されるんだよな。俺の趣味といったらこのパチンコだろ。依存するほどハマってはないけど、面白いから何時間も夢中になっちまう。5万以上は使い込む月もある。他にすることないのかって。田舎だから遊びに行くところもないんだよな。あとやることといったらだらだらネット眺めてるくらい。そして夜は金のかかることをする。乾杯。いや今週もよく働いたな。来月もよろしくな。地元の友人や同期と飲み会に行って盛大に日頃の鬱憤を晴らす。と言っても仕事も嫌じゃないし、ストレスもそんなに溜まってないけど、これでも割り勘で1回飲むごとに5000円ぐらいは飛ぶ。月に2万は飲み代に使ってるな。それでも手元に3、4万は残るはずなんだけど、結局ダラダラと好きなことに使っちまうのが金のたまらない原因か。日常生活見直せばなんとかなるんだけど、それすると今度はストレス発散できなくなっちまうしな。で月の半分も過ごすと金が尽きてくる。なあそこた、飲みに行かないか。ごめん、もう金ないんだ。おい、お前金使いすぎだって。分かってるんだけど、いつの間にかなくなってるんだよな。それで給料が出るまで同僚たちとの飲み会も我慢。俺は貧乏生活を強いられる。ねえおふくろ、ビール買っといて。あんた給料はどうしたの？いやもう使っちゃって。仕方ないね。安いのでいいかい？うん、お願い。まあ実家暮らしだし金もかからないから貯金なくても平気だろう。そう思っていた俺だけど。ただいま。っておふくろどうしたの？あ、一郎おかえり。え、泣いてる？なんでもない。ちょっと今日見たドラマのことを思い出しちゃって。すっごく悲しいドラマだったのよ。そう、珍しいな、お袋がドラマで泣くなんて。あれ、病院の領収書？お袋、またどっか悪いのか。もう年だし、高血圧の薬やらなんやら飲んでる年だもんな。俺ももうちょっとしっかりしないとな。老いていくお袋を見ているともっとしっかりしなくてはと思うことはある。でも思っても実行に移せないのが俺なんだ。でもそんなある日、うぅ、よく飲んだな。あれ、あ、もう金ないや。代行者どうするかな。みんなうちすぐそばだけど2000円ぐらいかかるから車に乗って帰っちゃおうよ。だな、いつもそうしてるし。警察に捕まったらどうするんだよ。都会みたいに検問なんてないから平気だって。そうそう、事故でも起こさなきゃ大事にならない。俺は同僚たちと飲みに行き、代行車を使わないで帰ることに。でもその帰り道、やべえ、飲みすぎた。
これちゃんと家まで帰れるかな。俺は気持ち悪さのあまり路肩に車を止め盛大に吐いた。ちょっと寝てればなんとかなるか。あーもうついてねえな。もうちょっと飲むの控えればよかったよ。ったく。まあいいや、ここでちょっと寝てよ。俺は酔いが覚めるまで車の中で寝ることに。でも数十分後。ちょっとこの車の中で何してるの。あ、おじさん。俺は警察をやっている親戚のおじさんに起こされた。一郎、お前まさか。その切符切られます。今日は黙っとくけどさ、ちゃんと今度から代行車使えよ。よかった、見逃してもらえた。でもさ、その年で情けないことするなよ。お母さんだってこの先どうなるかわからないんだから。え、母がどうしたんですか。え、病気のこと聞いてないの。お袋が病気。そっか、心配かけたくなくてまだ話してないのか。おじさんに聞いて初めて知ったが、母は膵臓がんを患っているそうなのだ。その話を聞いて唖然とした。ただいま。おかえり一郎、遅かったね。お袋、自分が大変なのに俺のこと迎えてくれて。お袋。ちょ、一郎どうしたんだい。今まで本当にごめん。俺もっとしっかりするから。一郎。俺は母に抱きついた訳を話していた。そうかい、そんなことが。俺ちゃんと真面目にするよ。だからこういうの黙ってるのやめてくれ。これから看病だってしなきゃならないんだし。俺できることなら何だってするから。一郎よく聞いて。お袋、あなたが頼りないから言わなかったんじゃないの。あなたは真面目に働いて頑張ってくれてる。じゃあなんで。お父さんが亡くなってからもあなたは私を支えてよくやってくれたわ。そんなあなたの負担に自分がなると思うと悲しくなっちゃってね。言い出せなかったんだよ。お袋。お袋の言葉に俺は胸を打たれていた。それから俺は変わった。一郎、飲みに行かないか。いや、今日は夕飯作らなきゃだからやめとくよ。そっか、お袋さんもうすぐ入院だもんな。よくなるといいな。ああ、だから少しでもそばにいてやりたいんだ。休日にパチンコに行くのをやめ、飲みに行くのも控えるように。お袋、飯できたよ。ありがとう、一郎。その代わり、お袋との時間を大切にするようになった。そして時は流れ、3年後。お袋、今日も仕事行ってくるな。俺、ちゃんとやってるから。お袋は一度はがんが完治したものの、再発を繰り返し、帰らぬ人になってしまった。でも、お袋がいなくなった今でも、俺はなんとかやっている。そして貯金も、もうすぐ200万貯まりそうだな。お袋との生活を大切にするようになって、自然とできるようになった。これからも俺は、しっかりとした生活を続けていきたい。でないと、天国のお袋が安心できないもんな。はあ、疲れた。ヒール、ちょっと足に合わないな。痛い。帰って寝れるかな。もう限界。母さん、起きて。あ、ダメだよ、玄関で寝ちゃう。ごめんね。今何時。7時。奈々はまだ寝てるから。わかった、とりあえず着替えてくるわ。私の名前は源美奈子。高校3年生の長男、中学1年生の長女、2人の子供を育てる43歳のシングルマザーだ。
おはよう。あ、おはよう。あのね、朝は卵かけご飯だからご飯よそって。母さん、ご飯ないよ。え？どうすんの？ごめん、今すぐコンビニでパン買ってくるわ。相変わらずだな。仕方ないよ、母さん忙しいんだから。こんな感じで我が家は毎朝バタバタだ。私は昼はスーパーでレジ打ちのパートをし、夜はキャバクラで働いている。夫とは娘が生まれてすぐに離婚。お金にだらしない人で養育費はもらえなかった。そこから女手一つで子供二人を育て上げるという人生最大のミッションがスタートしたのだ。子供たちを送り出し、家事を一通り済ませてから9時にスーパーへ出勤。お箸はお付けしますか？うん、1280円になります。ありがとね。レジ打ちや品出し、お客様の対応などを行い、15時に退社。ちょっと一休み。帰宅したら即仮眠を取る。というか気づいたら寝ていることが多い。この日は3時間ほど仮眠を取った。ただいま。お母さんいるの？あ、ナナ、お帰りなさい。もう部活で疲れたよ。なんかないの？あるわよ、30% 引きの菓子パン。クリームパンよりメロンパンが良かった。メロンパンは売り切れだったのよ。夕飯は？これから作るから。ただいま。お帰りなさい。腹減った。クリームパンだって。ああ、だいたい18時から夕飯作り。子供たちも立て続けに帰ってくるので、とにかく慌ただしい。そして夕飯を食べて、子供たちがお風呂に入っている間に、私は夜の仕事の支度を始める。アイラインやってあげようか。ほら、遊びじゃないのよ。やりたい。ダメよ。ナナ、宿題やったのか？うう、子供たちを残して出かけるのは心苦しいけど、生活のためだから。長男の友はもう18歳。まだ学生だけど留守を任せてもいいだろう。22時に合わせて出勤。おはようございます。あ、美奈子さんだ。美奈子さん、白髪出てますよ。え、すみません。キャバクラの仕事は正直かなりきつい。若い子ばかりなので正直私は浮いていると思う。どうしても老いには抗えない。私24歳です。私は26歳です。36歳です。あれ、一人だけずいぶん年が違うじゃない。最年長です。今日も人数合わせ、つらいな。ここのお店には長年お世話になっているけど、年齢は36歳で通してと言われているのもつらい。若い女の子たちと並ぶと、この仕事ももう長くないなと思ってしまう。それでも生活のためには続けないといけない。お店を出るのは朝の4時。あー、つらい、眠い。でも朝ごはん準備しとかないと。朝ごはん抜きなんてダメ、うん、この日は帰宅してすぐにおにぎりを作り、4時半に寝て8時過ぎに起きた。当然子供たちは出かけた後、毎日がこの繰り返しだ。月末の支払い分を計算しておかないと。家賃、スマホ代、光熱費関係、最低でも9万円は取っておくから、今月の食費は5万円？足りるかな。一家3人の家計を担うのは
すべて私。子供たちは食べ盛り、伸び盛りで何かとお金がかかる時期。さらに今年は長男の友の受験も控えている。この靴もう小さいんだよ。あ、私も。え、そうそうそう、そう。新しいの欲しい。私も。ちょっとあと2週間待ってくれる？そしたらお給料入るから。子供たちにはなるべく我慢をさせたくない。でもお金がない。スーパーの仕事は週5日、キャバクラは週3日の勤務だ。スーパーは実働5時間で1日あたり5000円、キャバクラは実働5時間で1日あたり8000円、合計で月の稼ぎはおよそ19万6000円、手取りにすると17万円ちょっと。生活は厳しい。今度バイト代入ったら靴買う。え？ナナのも買う？買う！やったー！トモ、大丈夫なの？うん、その代わり今月でバイトは辞めたいんだ。そう、わかった。今まではバイト代の半分を家計の足しにしてくれた。友にもらったお金は10万円を超える。だけど受験のためのお金としてちゃんと全額貯金してある。友には内緒だ。そうだ、もっと頑張らないと。私が働かないと。しっかりしないと。店長、私できたらもう少しシフトを増やしたいんです。じゃあ夕方までやる？18時とか。はい。いいよ、その時間が一番混むから。娘が小さかった頃はよく体調を壊していたため、早上がりしないといけない場面が多く、職場での肩身が狭かった。でも今は違うとは言ったものの、夕方までシフトを伸ばしてもらったらなんて忙しさ。レジのお客さんが絶えない。ただいま。あ、お母さん遅い。もう洗濯入れておいたよ。ありがとう。夕飯今支度するからね。無理なのは分かっていたけど、無理しないとやっていけない。しかし2週間後、子供たちは出かけたけど布団から出られない。何これ。無理がたたったらしく、その日は布団から動くことができなかった。泣く泣く勤務先のスーパーに電話をして、その日は休ませていただくことに。すみません、源ですが、本日体調不良でお休みさせていただきたいのですが。わかりました、店長に伝えますね。その声は小田部さんですか？すみません、今日月末で忙しいのに。なに、いいわよ、源ちゃんいつも頑張ってるから気にしないで。ありがとうございます。あなたガリガリだからさ、ちゃんと食べてるの？源ちゃん、すみません、子供を優先で自分のことをつい後回しにしちゃって。それじゃダメですよね。ダメよ、しっかり休んでね。はい。小田部さん優しい。小田部さんと同じ職場でよかった。思えばスーパーのバイトを夕方までにしてから慢性的に寝不足だった。その日は午前から夕方までぐっすり寝て、気づいたら16時になっていた。あら、小田部さん。源ちゃん大丈夫？心配で来ちゃったわよ。すみません、おかげさまでしっかり休めましたので、明日からは大丈夫です。そう、じゃあよかった。お昼ご飯食べた？寝てたので忘れてました。やだ。はい、これ
いつも売り切れのメロンパン、ありがとうございます。焼きたてが人気なんだけど食べたことなかった。おいしい。おいしいわよね。お子さんの分もあるから安心して。はい、もうこれ食べたらお夕飯いらないくらいですね。あ、子供には何か用意しなくちゃだけど、私はもうお腹いっぱいかな。いやいや、あなた何言ってるの？ちゃんと食べなさいよ。いや、なんか食べるのもったいなくて。あ？あんまりお金ないんです。だから私は我慢しなくちゃ。やっぱり。源ちゃん、この後時間ある？え？ここかな？何これ？お腹すいた。その日の夜、私たちは小田部さんに紹介されて町の食堂にやってきていた。食券を出せばご飯が食べられるというのだけど。いらっしゃい。小田部さん、来てくれて嬉しいわ。座って。どうぞ。あの、ここは？言ったでしょ、子供食堂よ。なんと小田部さんが案内してくれたのは月に2回開かれている子ども食堂だった。ここでは食券を持っていれば定食が無料で食べられるというのだ。わーい、オムレツ。唐揚げうまいよ。おいしい。夢みたい。食べてる？はい。よかったわ。あの、でもなんで？ここはね、ボランティアで成立してるのよ。ここの店のご主人が寄付を募ってね。ほら、募金箱あるでしょ。本当ですね。忙しいお母さんにも、普段は外食できない子供たちにも助けになればって。私はそのお手伝いね。そうだったんですね。源ちゃんもしっかり食べるのよ。お母さんが元気じゃないとみんな心配するから。はい。3人で外食したのなんかいつぶりだろう。こうやってゆっくり料理を味わうこともしていなかった気がする。この空間が今の私には本当にありがたかった。ごちそうさまでした。いいえ、これ次回の案内と食券3人前。いいんですか？もちろんよ。また来てね。ありがとうございます。それから月に2回は子ども食堂を利用させてもらうようになった。子どもたちだけで行っても温かく迎え入れてもらえるので私も安心できる。なんてありがたいんだろう。その分しっかり働かないと。今日は少し寝坊してもいいかな。でも9時だから起きようか。母さん。え、何？ご飯だよ。は？これどうしたの？俺がやったの。たまにはいいだろ。あのね、今日は土曜日だからお母さんはお母さんをお休みしていいよ。お洗濯は私がやるから。あなたたち、ありがとう。毎日の暮らしは楽じゃない。いつだってギリギリの生活をしている。それでも私はこんなにも幸せだ。これからも3人で支え合っていれば大丈夫。とりあえず今日は子供たちの行為に甘えてみよう。そう思ったのでした。ママ、ボタン閉めて。ちょっと待ってね。あれ？うまく閉まらない。ママ、手がプルプルしてるよ。え？お母さん、私がやってあげるよ。ありがとう。朝から具合悪いし疲れてるのかしら。とりあえず一本飲んで朝ごはん作り始めるか。
朝に飲むアルコールは目が覚めるわ。私の名前は田中美雪、2人の子供を育てるシングルマザーだ。子供は娘が2人、6歳でしっかり者のかな子と3歳で甘えん坊の幸。どっちも目に入れても痛くないほど可愛い年頃の娘だ。よーし、今日の朝ごはんは冷凍のご飯をちゃちゃっと解凍して昨日のおかずと混ぜてチャーハンにしちゃおうか。はーい。かな子、幸のこと見ててくれる？うん、アイス食べたい。幸、わがまま言わないの。アイスは保育園から帰ってきてからね。その後、作り置きしておいたお味噌汁と夕ご飯の残り物で朝食を作って食べる。そして8時。あれ、もうこんな時間だ。準備できた？早く行くわよ。子供たちを保育園に預け、職場へ向かう。あれ、お母さん、自転車には乗らないの？今日は歩いて行こうかなと思って。自転車の方が早いのに。今日は歩いて行くの。はい。私の仕事は流通会社の事務。仕事の時間は朝の9時から夜の17時まで。田中さん、今日は残業できるかな？すみません、延長保育大丈夫か保育園に確認取ってみますね。ああ、ありがとう。本当は定時で帰りたいけど、うちお給料安くて人は入ってこないからな。ま、その分は稼げるからいいか。勤めていると言っても私はパート職員、時給は1000円でそんなに高くはない。最近は人手不足でしょっちゅう残業をしてほしいと言われて大変だ。でも月のお給料は残業代を入れても16万ほど、手取りにすると13万ちょっと。そこに児童扶養手当が5万3000円、子供手当が2万5000円ほど加算される。それを入れれば収入は月に20万8000円ほど。本当に国の制度には感謝しっぱなしだ。そして19時近く。はぁ、やっとお迎えに来れたよ。ママ、お母さん、お疲れ様。あ、いい子にしてた。お家に帰ろうね。私は延長保育で預かってもらっていた子供たちを引き取りに行く。この時の子供たちの笑顔には本当に癒される。この子たちがいるからやっていけるのよね。そして夕飯を終えて子供たちを寝かしつけると、この一杯のために生きてるな。私は唯一の楽しみであるお酒を飲む。まあ安い発泡酒だから味はそれなりだけど、というか飲んでないとやってられない理由がある。今月の電気代、前は3000円台で抑えられてたのに、ついに4000円の大台に上ったわ。それに食費もじりじり上がってる。夜にスーパーに行って安いものしか買ってないのにな。私が働けなくなれば我が家は大変なことになる。そのため普段から節約を心がけているのだが、物高くなるのもうやめてほしいわ。働くにしても子供が小さくて限界あるし、節約しても節約しても間に合わない。昨今の物価高騰でうちの家計はじりじりと余裕がなくなっているのだ。このままじゃ毎月3万から5万はしていた貯金もできなくなる。私は徹底的に切り詰められるものは切り詰める。お母さん、ブレーカーは？はーい、今落とすわよ。まず朝に家を出る時には台所以外のブレーカーを落として節電。これで電気代は3000円台に抑えていた。でもここ数年は電気代の値上がりがすごくて、ついに4000円台に突入。そして洗濯も洗濯物がある程度溜まってからするようにしている。そして洗うモードもお急ぎモード一択。これで結構節水になるのよね。それでも2000円で済んでいた水道代は3000円にアップ。本当に嫌になってくる。極めつけが食品だ。夜のスーパーは値引き品が多くなるため、夕食後に私は買い物に行くことが多いが、値引きされてて鮭が1匹120円。10年ぐらい前は80円くらいで買えたわよね。今は定価が150円って2倍近く高くなってる。それにこの買ったパンも半額になって80円。定価は120円。でも10年ぐらい前は100円ちょっとで買えたような。
値引き品を買うように心がけていても、じりじりと物が高くなっているのがわかる。2万から2万5千円に抑えていた食費も3万の大台に届きそうだ。これじゃ子供たちのための貯金も苦しくなってくる。どうすりゃいいのよ、本当にもう。あとは昨今の異常気象も節約に暗い影を落としている。晴れ枕気持ちいいね。でも暑い。本当これだけじゃ暑くて無理ね。ちょっと高めに温度設定してクーラーかけましょうか。うん、暑いもん。若かりし頃は保冷剤を首に巻いて暑さをしのいでいた私。でも最近の夏場は気温が40度近くになることも多い。保冷剤だけじゃ暑さに太刀打ちできなくなってしまった。電気代はもったいないけど、子供たちを熱中症にするわけにもいかないし、これは本当に必要経費よね。お母さん大丈夫？うん大丈夫よ。ただ生活するのってお金かかるなって。そうだね。だからお母さんは一生懸命働いてるもんね。ママ働くのダメ、寂しいから嫌。ほーらーサチ、お母さんを困らせないの。はい。いいのよ、あなたたちがいてくれるから頑張れる。だから元気に大きくなってね。お母さん、ママ。そう、この子たちのために私は頑張らないといけない。だから自分にかけるお金は後回しだ。はい、お風呂の服。いつももらってくれてありがとうね。こっちは大助かり。私だけのじゃなくて子供たちの服もありがとう。いいよ、うちも女の子がいるし、すぐに子供の服って着られなくなっちゃうし。あの子たちもエイコの家のお風呂はセンスがいいから大好きなのよ。本当に感謝してもしきれない。子供たちの服は買うことはあるけれど、自分の服は友達からのお風呂がほとんど。化粧品も安い100均かプチプラがほとんどだ。美容院にももう何年も行っていない。はーい、髪切るからじっとしててね。お母さん、お母さんはどうしていつも自分で髪切ってるの？ん？なんで？この前1000円カットの床屋さんに聞いたら、自分の髪は他の人に切ってもらわないと綺麗に切れないって言ってて。ああ、お母さんは髪を短くできればそれでいいの。だから別に平気よ。そう。子供たちの散髪ももっぱら1000円カットか私が切る。でも最近は1000円カットも値上がりが続いていて利用してないな。はあ、子供が小さいから自由に働きに行けないし。でもどんどん物は高くなるのにお給料は上がらない。これどうすりゃいいのよ。もう嫌な時はお酒に逃げるのが一番。そのお酒もしばらくは我慢しないとかな。飲むのやめれば少しは貯金できるお金増えるし、かな子には新品のランドセル買ってあげたいもん。あの子オレンジがいいって言ってたわよね。今のランドセルは種類が豊富な分値段も2万から7万と幅広い。でも6年間使うものだし、なるべく丈夫でいいものを買ってあげたいのだ。でもランドセル以外にもお金いろいろとかかるわよね。はあ、お財布が痛い。これちゃんとやっていけるかな。ママ何言ってるの？し、もう寝よ。うん。そして休日。今日はずっとママと一緒。今日は欲しいお菓子買ってあげるからね。二人とも遠慮しなくていいのよ。わーい。週末になると私は子供たちを連れて買い物に行く。この時子供たちに好きなお菓子を買ってあげるのが習慣になっているが。お母さん、これ欲しい。このお酒美味しそうだもん。このおつまみ美味しそうだよ。ちょっと、なんでお酒とおつまみなんて持ってくるの？あなたたちにはまだ早いわよ。これはお母さんに、私たちが欲しいおやつ我慢すれば好きなお酒買えるでしょ。ママ、お酒は我慢しなくていいの。サチ、お菓子我慢するから。あなたたち、
ありがとう。ママのためにお菓子我慢してくれるんだ。うん、ランドセルもオレンジのじゃなくていい。安いのでいいから。サチもお菓子我慢する。だから我慢しないで。お母さん。いいのよ。あなたたちが大きくなるのがお母さん嬉しいの。だから我慢しないで好きなお菓子を今日は買って。お母さん、お酒は卒業しようと思う。お母さん、ママ。娘たちの言葉に私は泣きそうになっていた。どうして私の子供たちはこんなに優しくていい子たちなんだろう。ほら、メスちゃん人形のドレスできたよ。うわー、ママすごい。それから私はストレス解消に子供たちと楽しめる趣味を作った。子供たちの持っている人形の洋服や小物をお風呂の服や百均の歯切れで作る。それが結構自分に合っていたらしい。お酒を飲まなくてもイライラすることはほとんどなくなった。そして14年後、今日でかな子も20歳。お祝いにワイン開けようか。え、どうしたのそのワイン。あなたが成人したら一緒に飲もうと思って生まれた年に買っておいたの。お姉ちゃんいいの。大丈夫、サチの分もちゃんとあるわよ。あ、ありがとうママ。お母さんはすごいな。私たちのこといつでも考えてくれてるもん。そりゃあなたたちの母親なんだから。そんなの当たり前よ。子供たちも無事に成長し、私の育児ももう少しで終わりを迎える。この日まで大変だったけど、本当にいろんなことを乗り越えてきた。それができたのもこの子たちのおかげだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。